はい、今回はですねセガサターンです。久しぶり、このね不思議なコントローラーがありますので今回はちょっと開封していきたいと思います。ですね、まあなんとなく見たことがあるとは、あるとはというか、プロポですよね。よくあるラジコンのプロポ形が、でタイトルはゼロテックとなってますね。 SS はまあセガサターンでしょう、まあ、あえてそう書いてあるということはプレイステーション版もあります。今回はセガサターン版でやっていきたいと思いますけどね。まあ、あのタイヤのようなこうステアリングでね車体の制御をするものでしょう。でちょっとね開けてみようと思いますが、痛い、なんか引っかかったな。よいしょ、ちょっとやっぱこう日焼けしちゃってますね。まあそんなひどい感じではしませんが、しないですが なぜかこうスケルトンですね、スケルトン、トランスルーセント、ステアリングがねタイヤみたいですね。ここホイールとねゴムタイヤのところに似てますというか、そうデザインしたんだと思いますが、ちゃんとねここね、なんだろう、ふわふわしてます。いやタイヤみたい、いやタイヤなんですよねきっとねここにねボタン類が一気に集められてますね。十字ボタンのはないんですけど、上下と ABXY があります。あとはスタートボタンです。この赤いやつがアクセルとかに相当するんでしょう。ボタン的には何に当たるのかな。2つありますね、コードが見えます。こちら側は特に何もないですね。ゼロテック SS と書いてあります。お、メイドインジャパンじゃないですか。そしてまだホリエレクトロニックになってますね。エレクトリック、まだホリ電気の時代です。まあ、持った感じまあしっくりきますけど、ちょっと自分親指が短いから届かないな上まで届かないんですが、まあこうやった感じでねプレイするんだと思います。では早速サターンに取り付けてみたいと思いますが、まあ普通にコントローラーポートにね挿すだけです。簡単です。さあ電源を入れていきたいと思いますね。使うソフトはですね悩んだんですが、まあバーチャルレーシングといきましょう。バーチャルレーシングバーチャルレーシングがまるでラジコンのようになるんでしょうか。スイッチオン。ではキャプチャーに切り替えます。タイムワーナーなんだ、タイムワーナーインタラクティブ。バーチャルレーシング、一応セガなのかな。プレススタートトゥープレイと、おお、ポリゴンがいいね、ポリゴンがいい、サウンドもいいね。ローポリゴンもね美しいですよね。ちょっと思わず眺めてしまいましたけども、まあこの時代のポリゴンですよね。ではまずねプラクティス、練習してみよう。メガドライブのねバーチャルレーシングとスイッチのレーシングしかやったことないんで、サターン版実は初めてです。まあ大体似てるのかなっていう以前に、このねステアリングコントローラーが初めてなんで、全部ねこのステアリングコントローラーで操作できますね。ハンドルがですね左右になってます。まあそんな感じですよね、ハンドルが左右になってて、左手かな、ここですね、ここの上下で上と下になってますんでね、この2つを組み合わせて十字ボタンになってる感じがしますんでね、ちょっと慣れが必要ですね。自分ちょっとこう左手と右手ね違うことさせるのが超苦手なんで
ピアノもね、いつも左と右が同じ音になってますからね、意味がないと。まあそれはいいか、ローディング入ってます。あ、細かいアニメーションですね。 Now ローディングは終わった。お、おお、Ready、 もう発進。下のアクセルで、アクセルっていうのかな、トリガーでアングルが変わりました。上があれですね、エンジンスタート、エンジンスタートというか、アクセルですね、アクセルオンです。で、当然ハンドルのようなやつでステアリングになってますんで、左右ですね。あれ、なんかスピードが遅いな、練習だから。87キロだって。87キロで走ってます。時速87キロ。あれ、トリガーですけど、これデジタルですね。アクセルってなんとなくこうググッと踏み込みますけど、これはあれだ、アングルだ。あ、このローアングル迫力あるけど、ちょっとスピード感がないですね。そっか、あのアクセルの部分はオンオフですね、デジタル式になってます。なので87キロです、踏み込んだら。途中がない、途中を維持できないと言った方がいいのかな。50キロで走りたいと思っても時速50キロにはなりませんね。時速50キロを維持することができません。そうか、なんとなくアナログスティックかと思ってたんですが、そんな感じではないですね。まあサターンパッド準拠でしょうか。それにしても時速87キロだな、練習だからかな。これなら事故らないでしょう、さすがに。この視点はやっぱね、ローアングルなんで迫力があるな。しかしマックス87か。なんかテンポが遅く感じる、練習だからでしょうかね。本番ではもっとスピード出ると期待したい。音楽はね、鳴ったり鳴らなかったりするんですが、ああ、なんかこうゲートをくぐると音が鳴る仕様なのかな。壊れちゃってるのかな。いや、ゲートをくぐったら音が出たんで、おそらくそういった仕様なんでしょうか。ここのカーブはきついな。確かにマップを見てもかなり入り組んでますね。あかん、ちょっと寝ちまった。ちょっととろすぎて一瞬居眠り運転してしまいました。あかんあかん、もうちょっとこうガーンとスピード出したいですね。視点は変わるんですけど、やはりアクセルはアナログではないと。このステアリングはどうだろう、なんとなく小刻みな段階があるように思えるんですけど、ちょっとひねってみたら、ま、変なとこ入っちゃった。あれ、これ道が分かれてる、どっちだ、これなんだ、ん、人がいる、あ、ピットインか、ピットインだ、道間違っちゃった。この作業にしてもポリゴンになってる。発進。あー、やっぱりこうだね、トリガーがアナログじゃないからな。まあバーチャルレーシングそのものがそれに対応してないということが考えられますよね。どうなんだろう。ソフト側の仕様でなんとかなるのか、もともとデジタルのオンオフしかないのか、ちょっとここからでは把握ができませんが、ステアリングの方ね、ハンドルの方はなんとなくアナログ感がありました。ということで、いよいよですね、本番に行きたいと思います。本番というか、まあ、アーケードモードかな。
アーケードモードですね。ボタンは一応ね、普通のコントローラーじゃなくても動きますんで、まあ下手するとこいつでバーチャファイターもできちゃったりとかするのかな。異様になんかこう操作のハードルが高いように思いますが、まあ各種ボタンは揃ってますね。お、またナウローディングなっちまったぜ。なかなか長いな。さあ来い。来たか。お、スタートかも。早い。こいつだ。アクセル全開で出る。さあ順位はどうだ。さあ出てきましたよ。10位か。あーっと突っ込んじまった。敵が出て、あ、なんか大クラッシュじゃないか。本戦ですね。あっという間にケツ近い。いかん。よそ見しちゃった。カメラちょっと一瞬見ちゃった。ケツじゃないか、ケツ。よし、あれ。難しいな。そのまま突っ込んじゃダメか。結構ステアリングを回さなきゃダメなのかな。おお。さっきより全然スピードある。迫力ある。さっきなんか、高速道路ぐらいでしたからね。あれ、操作がままならない。さあ、カーブ、カーブ。しっかり行こう。さあ、200キロ近くなって、200キロ超えてきました。危ね、かわした。お、遊園地があるじゃん。遊園地。あははは、よそ見しちゃった。遊園地ポリゴンいいなぁなんて思ってたら突っ込んじゃった。っていうか、ケツや。さあ、一人かわした。こっからガンガン行くよーって。ようやく一周。よし、ホームストレートで一気にかわしていこう。てか、誰もいない。誰もいないじゃないか。さあ、これは何だ。あれ、もしかしてタイムがあるのか。タイムがあるっぽいな。上にタイマーって書いてある。ってことは急がなきゃいけないってことか。やばいぞ。じゃあこいつ、お、こういう橋大好き。よし、曲がっていけ。あかん、時間ない。もう少し。あ、チェックポイントまでもう少しだったのにって、終わりか。ゲーセンだってこれで終わっちゃうんだ。そうか。はい、いかがだったでしょうか。ステアリングホイールというんでしょうかね。ゼロテック SS 堀元気の作品でしたけども、まあさっきね、あんまり紹介しきれなかった機能としてはですね、あのコントローラーの一番上の部分にあったこのレンジってやつですね。レンジはですね、まあタイヤのね、角度を変化させることができます。コーナーが曲がりにくいなと思ったら、このね、レンジをいじくってみるといいかもしれません。あとこの赤色のトリガーなんですが、 C トリガー、要するに C ボタンと Z トリガー、 Z ボタンが割り当てられていますといった感じでしょうかね。あとは基本的にセガサターンパッドと同じような機能が割り当てられていますんで、まあ場合によってはね、このゼロテック SS を使ってね、アクションゲーム、バーチャファイターなどなどやってみてもできるのかな。やってみても、うん、縛りプレイみたいな感じがして面白そうな気がします。もうちょっとね、上から視点のラジコンのようなゲームでプレイすればよかったかもしれませんね。ではまた。